こんにちは。おみくじ引きましたか？あ、何が出たの？末吉。子供おみくじは大吉。大吉。煙浴びとく？おやんさん。おやん、一枚だけあった。あったよ。意味投げて。うん。ああ。池ぼちゃしちゃった。ちーちゃんも。頑張れ。おー、ギリギリ、ギリギリ乗った。ちょ、この綺麗な令和2年だって。じゃあ決めてください、リンさん。あー、まあ、池ぼちゃしちゃった。上から投げればよかったのに、うん。まあいいや、行こう。下から、ひゅって上に。おいしい。はい、ということで、この金ごまコロッケ、金ごまコロッケ、これですね。食べたいと思います。いただきます。おいしい。美味しい？うん、ね、そのまま食べても美味しい。今一口もらった。食べる？美味しい。ごまだね。ごまの味？ごまと。ごま屋さん。ごま屋だもんね、ここね。ごま専門店。ごま専門。ごま専門。ハロウィンの。ね。うん。ね、リミちゃんはこれを食べます。金ごま揚げてるやん、うん、今作ってくれてるから。リミの食べて。リミちゃん食べてください。いいの？熱い？柔らかそうだね、うん、どう？どう？あ、苦手？あ、熱いね。ごまがすごいよね、これ、うん、ごまが、ごま専門店だ。ちーちゃんも食べてみる。いただきます。柔らかそう。どう？美味しい。コロッケ、やっぱコロッケの方が美味しい。リミ美味しい。うん、今日も柔らかいね、でもコロッケが美味しい。たわしでしょ。4,900円。すごい、すごい魂、やっぱでかすぎ。こんな感じ。下にのかき氷コーナー、こんな感じじゃん。あ、レミが。美味しそう、これレミニューイチゴ。やばい、もうこれ見た目から美味しい。しーちゃん白あん買いました。白あんのなんていうの、今川焼き、大判焼き、大判焼き、大判焼き。じゃあ食べる、食べましょう、うん、いただきます。ひみちゃんは普通の小豆を買いました。うん、結構やばい。あ、注意。そんなに嘘。そんなに熱いか。結構美味しい。白はこれとなんか求めてた味。求めてた味、よかった。お、ひみちゃん食べてみましょう。小豆です。
どうかな。普段あんま小豆食べないよね。あ、熱いね。あ、ちちちちち。あ、ちちちちち。中身見えた？小豆が出てきた。あ、ちょっと見えてきたね。ちょっと見えてきた。皮。でも。どう？どう？美味しい？うん。お腹いっぱいになりそう。お腹に溜まりそう。食べ歩きってさ、実はあんま食べれないよね。あ、そんなことないって顔してる。私食べれるんですけどって顔してたよね。逆に食べ歩きの方が食べちゃいそう。そっか、そういうもんか。動くが、まあね、食べるじゃん。うん。じゃん。お、あんこまで行った。いいね。あずきとあんこって何？同じよ、あずきとあんこ。お、すごいの見つけました。千葉、茨城限定かな。成田しかないかな、これ。すごいね、マックスコーヒーシフォンパフェ。美味しそう。でもこう、コーヒー好きにはいいかも。でもこのコーヒー甘いんだよね、マジで。ママどう？うん、でも太るから。ありがとう。何その呆れた顔は。何今更そんなこと言ってんのっていう。いや、違う。すごくない？ここ。これも持ち歩きでいけるね。なんか韓国のヤムニョムチキンとか。すごいね、これ。韓国料理がいっぱい。成田だけど。美味しそう。撮影してるよ。え？撮ってきちゃった。何ここ？すごい。あ、ここで撮っていいんじゃないとか言って撮っていいんだ。すごい、撮影できるスタジオがあるの。どういうこと？あ、これあれか、 ASMR だっけ、なんだっけ。すごいね、なんか化粧品も売ってるよ、中で。ほら、韓国コスメ。すごい、新大久保みたい。成田なのにね。で、あ、ロムアンドじゃない、これ。ロムアンドのアイシャドウとか売ってるし、すごいね。ということで買いました。美味しそう。小だけどボリューミーだね。食べましょう。ニンニク醤油だからニンニクが乗っかってる。食べましょうじゃあ。おお、美味しそう。すごいボリュームすごい、ね、超。食べましょう。はい。ミミ食べないの？じゃあいただきます。はーい。ニンニク醤油。いただきます。おいしい。おいしい。ご飯に合いそう。ご飯に合う、うん、合いそう。持って帰ってもいいかも。うん、うん、すごい入ってるもんね。味が濃いよ。濃いそうだよね。めっちゃご飯に合う、これは。韓国のやつってさ、味濃いよね。うん、お肉さんの。こんな。すごい、でっかい。すごい勢いでむしゃぶりついてもう終わってるね。フルーツ飴でしょ。終わってるよね。もう水でいただいちゃった。美味しそう。美味しそう。いただきます。でっか。容赦なく。ネギも美味しそうだね。どう？
美味しい。ニミも食べてみる？ネギポン酢。ちょっと大きいから。うん、あっちゅう。あっポン酢めっちゃ合うんだよ。さっぱり。合う。うん。美味しい。美味しそうだね。いやかもしれない。マジ？あっちゅう。熱くない。うん、半分ずつ食べる。おお。一口。私こちらかもしれない。マジ？ちょっと髪の毛。どう？リミちゃんはどう？美味しい。タコにご飯っていいね。ほっぺがもう二人と膨らみすぎて食べたことないの。ネギポン酢派？ネギポン酢派かもしれない。ネギポン酢派？マジ？うん。おお。リミもポン酢好きだし、ね、確かに鍋とかポン酢だもんね。いいね、いい食べっぷり。もういいの？ネギだけ食べたんだけど。結構食べた。たこ焼き買いました。お土産です。ね、嬉しかったね。ありがとうございます。めっちゃ美味しかったね。だから普通にさ、うん、めっちゃ回っちゃった。え？こう何やってんの。美味しかった。美味しかったね。え？響く響く。怖い。へだって急に暗くなっちゃった。そうなるね。ね。いいの？ここが先だって。うん。あー、パパとリミが行っちゃった。豆粒に。今までありがとう。君なんかエモくない？この図。ほら。エモいよね。エモい感じになってる。めっちゃエモいね。ね。豆粒。つまみくんね。あ、確かにこんな感じ。つまんでる。つまめた。